ございます。今日は初の神扇池。そうですね。どうですか？難しいですね。餌は？餌は今なくなったんでこれから作り直すんですけど、革新をベースに作っていこうかなと。なるほど、これをベースに、にしてもちょっと難しいですね。じゃあ作るとこちょっと取りますんで。いや、まず革新を200ですか？革新200です。山盛り200。なんとなく闇が寄ってきてんじゃないかな。あ、すごいステッカー貼りましたね。あ、これ、これは。あ、そういう意味。こっちにしてみます。あ、グルダングね。GD。もう2種類で。それはあんまりいっぱい入れない方がいいよ、グルダングは。まあ、まあ入れてもそうだね、入れても100、まあ150ぐらいでいいんじゃない？50ぐらい。うん。あと何がいいですかね。それにまあ好転でしょうね。好転ですかね。うん。さっきはこれでカルネバだった。あ、そうなの？好転入れてないの？いや、好転入れて、うん、カルネバだったんですよ。あ、スゴフがいいんじゃない？スゴフって俺いまいちどうやって使ってるんじゃないまあそれは任せますよ。ちょっとジャンルが寄りすぎちゃうんですよ、うん。だからスゴフにしてみるか。スゴフ入れて、で開けてないんですよ。あ、なるほど。それで後であのあれだったらあのカルネバ、あ、ちょっと入れて。これじゃあ150ぐらいですかね。150円。初めて仕事を。あ、なるほど。じゃあそれで一回よく攪拌して、で攪拌して、あの水はね、一回一回取っかえた方がいいよ。水は作るときに、うん、前のねあれだとねちょっとダメなんだよね。で、これをあのなんだっけ、神扇水、神扇水100、100では少ないね。150ぐらい入れて、150入れねえかな、120ぐらいでいいかな。で柔らかかったらちょっとそこにさ、カルネバ、じゃあこれで、初めてスゴフを使った。持ってるだけでいつも使ったことがない。爆張するんじゃない？いまいち使い方がよく分かってない、スゴフの。あのほら、マルキューさん出てるパワーブックってあるじゃない、あれ見てさ。まあ、こんな感じで。もうちょい柔らかくしますけど。うん、そうだね。もうちょっと手水。よし。じゃあ、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ちょっとカメラ回収しに行ってきます。入ってきちゃった。よいしょ。僕のところのセッティングは、竿は翼の16、餌は進化単品ですね。それで今日は底釣りをやってみてます。なかなか今いまいち、よいしょ。
します。取れてるかな。心配になっちゃう。お弁当って何があるの？ダメだな。また釣れてる動画が撮れません。触ってるんだけどね、なかなかそこで落としてくればいいんだよな。また後で動画撮りたいと思います。一回この辺でこれはカットします。よかったらこの辺に私の顔マーク、この辺に顔マーク出ますんで、そこをポッチリしていただくとチャンネル登録できます。よかったらコメント、グッドマークもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあポチッとします。ポチー。